皆さんおはようございます、今日はね、手話と歌を、歌いたいと思います、手話はね難しいんですけども、今ね、勉強を、しています。わからない、手話もあるんですけど、わからないね、一生懸命勉強しています。手話という歌、手話。言葉がなくても自分の手が言葉になるんだよ。相手に伝えたいこの想い、手話が伝えてくれるんだ。何も聞こえない、喋れはしない、だから体を使って、体が言葉になるくらい大きく響け。わかって欲しいこの想い、大きく響け。音が聞こえないこの街を、君はどう思う？ありがとうございました、またね、またお会い、しましょう。